毎度のどこです。はい、今回は、ゴールデンウィーク中の、仕事とある一日ですね。はい、で後半がね、あの久しぶりの、プロパンガス配送のあるある、はい、のことについて話してますね。はい、まあ事故というか、安全確認ですねは、改めて必要だなと、怖いなと、はい、事故を起こさぬよう、やってまいりたいと思います。ではよろしくお願いします。さあ行くぞ。はい、どうぞ。ここです。今日は5月2日、木曜日ですね。はい、今日が一件仕事だったんですけど、今日はちょっといろいろありましたね。一箇所済みの一件おろしで、物量もそんな大してないで、まあ楽な部類なんですけど、まあ川崎済みの、栃木おろしの下道ですね。なんですけど、朝一で、倉庫のね、物流センターの開始に合わせて朝早く出て行ったんですけど、行ったら待機と時間かかりますよって言われちゃいましたね。で、待機。で、まずね、久々ですね。はい。そこの、そこがね、ちょっと、倉庫の入り口のとこに守衛みたいなのがありまして、はい。そこに、の守衛というか、なんていうんですかね、ガードマンというか、の態度が、久々に、はい、カチンときましたね。多分年で言うと60ぐらいか60過ぎですね。うん、なんですけど、こんなね、これまあ何回か動画の中で言ってますけど、なんでわからない人に対して、まあ常識的な範囲の言葉遣いで、こう言えないのかなと。もう、いきなりね、言わないですけど、どこ止めるのって聞いたら、もう、喧嘩押しですよ。で、ちょっと朝から気分悪かった。で、おまけに受付行ったら待機。言われてね。で、やっぱりね、まあ、今日のパターンで言うと、やっぱ何も変わってないと。はい、2024年、始まってね。まあ、それの、おろし先が、まあ、時間して入ってるんですよ。で、もう絶対間に合わないと。朝一で、すんなり積んで、ギリ間に合うかなっていうところなので、もう待機した時点で間に合わないっていうのが、確定しちゃったというね。で、まあ、下道ね、疲れましたね。2.5。2.5、3.5、3、6。運転時間で9時間ぐらいありますもんね。9時間以上かな。うん、なので。ただね、やっぱゴールデンウィーク中は通常より空いてますね。全体的に道が。混んでるところは混んでるのかもしれないんですけど、
比較的、ついてますね。はい。で、あ、そう、その、栃木行ったのも、相当久しぶり、何ヶ月ぶりじゃないですかね。うん。もう、やっぱいいですね。あ、道が、ね、うん、渋滞、まずない。あ、まあ、ちょこちょこはあるんですけど、まあ、その、たかが知れてる渋滞ですね。もう4号線なんかはね、まあ4号線はあの春日部あたりが目処なんですよね。春日部あたりから奥になるともうめっちゃ流れますのでね。で、その他もまあガラガラですね。ガラガラでした。はい、で、終わって帰り道で、バイパスで、前にね、4トンの平ボディの、クレーン車かな、が走ってたんですよ。そしたら、いきなり、直径1メートルぐらいの、高さどのぐらいだろう。高さ60センチ、70センチぐらいの、バケツみたいなのが、いきなり飛んできて、やばと思って、一応減速して、ちょうどその、まっすぐ落ちてこないで、側道側の方に斜めにこう、転がってったんで、当たんないで済んだんですけど、あとまあ車間距離結構上げてたんで、いや、危ない危ない。ヒヤッとしましたね。あれ気づいてんのかな、前の運転手。気づいてないのかな。なんかそれを落とした瞬間から、急に加速してったんですよね。気づいてないのかな。うまいこと信号待ちとかで、信号とかだよね。止まれば教えてあげようと思ったんですけど、ガーッと行っちゃいましたね。はい。それでね、思い出したのが、ね、まあ、思い出したっていうか、のが、だからやっぱ、車ね、トラック、出発する前には、やっぱ確認した方がいいですよね。荷台のね。私が乗ってるような、今乗ってるような箱車だと、観音ね、観音も開けてんまんまで忘れて走ってるか、もしくはね、フックがちゃんとかかってなくてロックが。で、走ってる最中にパッカンパッカンしちゃってるか、っていうのもね、YouTube の動画なんかでも見たことあるような気がするんですけど、だからやっぱ気をつけなきゃないですね。密かに私もやったことあるんですけど、それに関係して、久しくガスボンベ配送のことを話すことなくて話してなかったので、今まで話したことない、多分ないと思うんですけど、そう、今日のそれで思い出したので、話すると、ガス屋あるある的な、あるあるって言ってもね、私そんなやったことないんですけど、っていうのが、二つね、どっちか、ゲートを下ろしたまんま、忘れてて走っちゃう。っていうのと、横の煽りですね。横の煽りを開けたまんま走っちゃう。これ、ゲートを下ろしたまんまで走るっていうのは、私はやったことないんですけど、25年ぐらいやっててね。でも、これやった人はもう結構何人も知ってますね。
で、横の煽りを切ったまんまっていうのは、私一回だけやったことあるんですけど、二回あったかな。一回は、本当やばかったですね。本当ヒヤッとした。横の煽り全開切って走ったんですけど、次の現場まで行っちゃったっていうね、それで。あれは本当、運が良かっただけですね。大事故なってもおかしくないぐらいの。で、普通に左折、右折して行ってましたからね。車走らせてトラック。煽り全開切ったまんま。それでボンベ落ちてなかったという。次のお客さんついて降りて見た瞬間に、えっと待って。あら、本当にやばかった。いや、本当だ、ボンベ排出の場合、本当にやばいですからね。積んでるものがものだけに、大事故になる可能性が高いですからね。本当、今やってる人は気をつけてもらいたいですね。で、これなんでやるかっていうと、何パターンかあるんですけど、一つは、一回止めて、そこで何件かやるときに、その50キロもあってに、20キロもあってみたいなときに、まあ両方開けるわけじゃないですか。で、どっちかを忘れてしまうみたいなパターンと、あとはね、これはね、私も、結構何年もやった後からかな、絶対もう一回確認するパターンなんですけど、これね、全部、仕事を終わらないうちに、お客さんに声かけられて、話をして、で、話が終わったところで、もう全部終わってる気になっちゃって、車出してしまうというね。パターンですね。はい。で、それの件で言うと、その、ゲートとか煽り以外にも、これも、私がやってる時に、あった事例ですね。何件かは、重便ですね。重便を、ホースに繋がないで帰ってきてしまう。もしくは、入り口とかですね、家の、に置きっぱで帰ってきちゃう。これもね、だから同じことですね。その、やってる、交換作業してる最中に、お客さんに話しかけられたりとか、この場合だとね、あとはね、車が来て、プップ鳴らされて、車と、どかして、の時点で、もう全部終わってると思っちゃった。で、帰っちゃうみたいな。っていうのが、もうありましたね。ホース未接続とかね。ありましたね。その繋いでないホースからね、行ったらね、ガス吹いてたっていうのもあったな、そういえば。これはね、専属で回ってる、交換するとこじゃないガス会社の時ね。そんなかな。だから、絶対、あれでしたね。私のもう、ある程度年数やってからは、イレギュラー、
だからなんか途中で作業を中断するようなことがあったときは、一から全部確認するっていう癖はつけましたね。じゃないとどうしてもね、忘れちゃったりするのでね。あと、まあ、ちょっと、違いますけど、話は。あったのがね、伝票組んでるじゃないですか、自分で。自分で組んでて、これもね、多分あるあるだと思うんですよね。もう一軒終わると、車の中で、次の家とかじゃなくて、その次の家とかってこう、伝票見てったり、多分する人多いと思うんですけど、一軒終わって、次の家があって、で、その、さらに次の家とかを見てたら、その次の家を抜かしちゃって、その次の次の家にもう着いちゃったみたいなね。っていうのはありましたね、私。あ！何やってんだよって忘れたよ。言ってねえよ。それがね、あまりにも距離離れたとことかだと、もう、今度行こうとかってなってましたけど。まあそんな感じですね、はい、今日は。今日は、今日は天気、いいっすね。朝は涼しかった。で、明日からなんか、めちゃくちゃ暑くなるみたいな。天気予報で言ってましたね。ということで、はい。今日はこの辺で終わりにします。はい、どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。All I wanna do is be with you, always be the light things on you, star, sun, ocean.Like things always there, whoa, oh, 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 oh.